FM Osaka Traffic Report。 雪のため通行止めになっているところがあります。滋賀県内の名神高速は上下線の八日市インターと彦根インターの間、兵庫県内の中国道は上下線の山崎インターと佐用インターの間、いずれも雪のため通行止めです。雪のため冬用タイヤまたはタイヤチェーンなど滑り止めが必要なところをお伝えします。北陸道は滋賀県木本インターから新潟県内にかけて、舞鶴若狭道は兵庫県三田西インターと福井県敦賀ジャンクションの間、兵庫県内の万丹連絡道路は市川北と和田山の間、いずれも滑り止めが必要です。次は0時57分頃です。以上、ジャティックの豊川でした。